じゃあトピックその5、海の入り合い観光と明治漁業法という話をしていきます。この入り合い観光ですけど、民法で入り合い権については各地方の慣習に従う、ここしか書かれてなかったわけですね。でなぜかというと、この入り合い権の基本となる相遇という観念についてはですね、実は民法が基本とするローマ法にはないということ。まあ、法律にはローマ法体系とゲルマン法体系と2つあるわけですけども、ローマ法体系はいわゆるその個人所有主義で、ゲルマン法が相遇的な発想でもって作られた法律というふうに言われています。ですから、日本の民法がローマ法を基本にしているので、なかなか相遇というですね、形を表現できないので、各地方の慣習に従うというふうになったと言われています。じゃあ明治漁業法はですね、明治43年に制定されたわけで、この日本の古くからの慣習で海の入り合い観光というのを漁業権として法制化したということで、まあ、純和風の法律ということになります。で、その時にどうしたかというと、さっき言ったゲルマン法という概念の中の相遇という概念を利用したということになります。じゃあちょっと海の入り合い観光の観念概念というものを見ていきますけども、白いところが、陸、青いところが海です。で、陸にその漁村共同体があり、そこに構成員がいるわけですけども、その漁村共同体は相遇の概念に基づきますと、権利は分属しますので、管理処分権のみを持つ。そして構成員が利用収益権、つまり、漁業を実際に構成員が行い、そして取ったものはその構成員自らのものになるということ形がこうあるわけですね。でもう一つは、その漁業権、まあ、海の入り合い観光の範囲というのは、いわゆる縄張りになりますので、よそ者は排除しなければいけない、こういうことになるわけです。そうしないと、管理が全然うまくいかなくなりますので、ね、管理の一元化ができなくなるので、よそ者は排除する、こういうことです。で、そういうような、その、まあ、そういうようなってことを、まあ、入り合い観光ですね、それを、漁業権として法制化するために、明治漁業法では5つの措置を取っているというふうに私は考えています。でこれ全体ね、5つって言われても分かりづらいので1つずつ説明していきます。で1つ目というのは、漁業権は物権とみなされることになったということです。で、この物権というのはなぜそうかと、縄張りを守るため。で、権利にはですね、大きく分けて物権と債権、この2つがあるわけですけれども、物権は誰に対しても権利を主張できるという特徴がありますが、債権については例えば契約とか約束とか、そういった形で特定の相手にしか権利を主張できない、これでは縄張り守れませんので、この物権という形にしたということです。で物権としたときにですね、まあ、物権の代表的な権利である所有権についてはですね、動産と不動産というふうに分かれます。動産は自分が持っているペンだとか本だとか、そういうものになるわけですけども、不動産、土地ですね。で土地については、実はあの不動産登記というのがあります。要はこの土地って誰のものって言ってもわからないので、その登記したするということが必要になるんですね。で漁業権も物権とみなし、土地に関する規定を準用するという規定になっています。つまり、不動産と同じように漁業権も登記する。ただし、法律上あの登録は登記に変わるものとする規定がありまして、要は、陸上の土地は登記だけども漁業権については登録制度というのを作りますよということをしたわけです。で、今度はですね、漁村共同体を漁業法で漁業組合として法人化した、これ何のためって思うかもしれませんけども、実は漁村共同体、ね、あの入り合い観光の権利主体である漁村共同体は法人格がないんです。そうすると、さっき言った漁協の登録に適さないんですね。なんとかその何、法人としての位置づけをしたいので、この漁村共同体というのを漁業組合として法人化する。それによって漁業組合名で、漁協の登録をする。こういうシステムにしたわけです。で、5番目です。で、そういうの基本的な、4番目ですね、あの概念ですけども、漁業組合自身は自ら営まないで、漁民が漁業を営む、これをちゃんと明治43年の4法書かれてますね。つまりこれは相遇の概念を明治漁業法で規定しているということになるわけです。現在においてはこれを団体漁業権、ちょっと前までは組合管理漁業権というふうに言いました。
で、具体的にどうなってるかというのはこういうことですね。もう一度書きますけど、漁業組合というのは自ら漁業を営む、まず管理職を行うだけである。そして組合員は利用し収益、つまり漁業を行い、その取ったものは自分のものにする。これはまさにそういうの概念ですね。で、普通考えるとですね、免許する人とそれをやる人っていうのは、例えば自動車の免許を考えてもそうですけども、自動車の免許を受けて友達に組合を運転させ、それはいかないですね。でもこれは漁業組合が免許を受けて組合員がやる、それって不思議だなと思うんですけど、これは不思議じゃなくて、この入合権の総有という概念を表すとこういうことになるということですね。ですから、その辺の意識を持って、この組合管理業務権、または団体業務権という性質について理解していければいいと思います。5番目ですね。今度は、その共同体が管理を行うわけですね。その管理というのを、どういうふうにしたかというと、漁業組合の業務権の管理というふうに持っていったということですね。で、そうするとですね、明治漁業法においては、漁業組合規約という形です。で、現在はこれは漁業組合じゃなくて漁業協同組合になってますけども、それについては、漁業権行使則という形で管理をしているということになります。まとめをしていきますけども、第1、漁業権は物件とみなされることになった明治漁業法第7条。第2、漁業権では不動産における登記に代わるものとして行政庁に漁業権を登録するシステムとなった。明治漁業法第26条も続く漁業登録例。第3、漁村共同体漁業法で漁業組合として法人化した明治漁業法第43条。第4、漁業組合は自ら漁業を営む漁業権の管理を行い、構成員たる漁民が漁業を営む権利を有する明治漁業法第43条。第5、入れ合い漁場の利用に関するこれまでの慣行は漁業権においては漁業組合の規約として定める明治漁業法第43条。こういう形で、とにかく民法では規定できなかった、入合慣行というのを、準和風の、法律として明治漁業法として構成したということになるわけですね。はい、ということで、今日のお話を終わりますけども、これまでも、入合権、漁村共同体、そういったお話をしていきましたし、これからはですね、次回については、この漁業権が、これまで漁業組合に免許されていたものが漁業協同組合に免許されるということになりますので、その時のいろんな調整規定ですね、そういったものについて、経緯も含めながらお話をしていきたいと思います。気に入られた方はチャンネル登録をお願いします。そうしますと、再生リストからその部分だけ、ずっと連続して見ることができます。で、また、いいねもよろしくお願いします。ということで、今日のお話を終わります。ありがとうございました。